アレクセイ・ウフトムスキー、アレクセイ・アレクセイ・エビチ、ウフトムスキー1942年8月31日は、ソビエト連邦の生理学者、ルイビンスク軍出身、ロシア生理学創世期の功労者。神経系における興奮と生死の諸過程を研究し、ブベデンスキーとパブロフの学理を発展させて、ドミナントの原理を提起した。ドミナントとは、ある時点において経過する。 中枢反応の性格を著しい程度あらかじめ定める支配的興奮層すなわち一定時間内の身体行動を規定するところの確かな興奮の動員のことである。ドミナントは他の興奮より優位でそれと共存する他の興奮層を制止するだけでなく外部からの刺激により生じる興奮の作用でドミナント自体の興奮を一層強くする機能を持つ。 通常の反射を制止し、外部刺激によりさらに興奮を強化するドミナントの機能を、ウフトムスキーは注意を想起させる過程であると評価した。また、リズム動化の説を提起した。これは、ブベデンスキーの生理学的可変性に関する学説の展開で、個々の機関と同様に、身体全体も、また、外部から作用する刺激のリズムに応じて、 自己の興奮のリズムを変調させうるものであることを示す説である。また、ドミナントの原理とリズム同化の説は疲労の性質の解明の転機をもたらした。刺激と反応という心理学早々期の規定の発展限界を見極めた業績であった。ソビエト教育科学、アカデミア版、ソビエト教育科学辞典、明治図書出版、1963年。 P463 ペトロフスキー、ソビエト心理学の発展ルリア著、ルリア現代の心理学、文一総合出版、1980年ソビエト教育科学、アカデミア版、ソビエト教育科学辞典、明治図書出版、1963年、P642。ありがとうございます。